週はペギー。皆様こんにちは、ペギーです。本日の動画ではトランプのカードを使ってフランス語の1から10までの数字を勉強していこうかなと思います。まずはフランス語の1から10までの数字の復習です。これはもう本当に基礎的なことなので、おそらく皆様はすでにご存知かと思いますが、一応見ていきましょう。1から10までフランス語で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と言います。おそらく日本人の方に一番難しい発音は2番の2、あとは8番の8あたりではないかなと思います。そして今回使うトランプのカードの模様は、ハートがキューハ、ダイヤモンドがキャホ、スペードがピック、そしてクラブがトライフルと言います。このダイヤモンドはフランス語ではダイヤモンドではなく、ひし形とか、あとはチェック柄のあの四角い部分のことをキャホと言います。なのでキャホ。あとは、クラブのことは三つ葉のクローバーのような感じでトライフルと言います。ハートのキューは発音がちょっと難しいので注意しましょう。それでは練習してみましょう。今回はトランプのカードを使ってフランス語の数字の復習をするという勉強方法を試してみます。まずはこちら。これはダイヤの4なので、フランス語では、4 de carreau と言います。le 4 de carreau。ダイヤの4。日本語とは逆転してますね。まずは数字の4。le 4 と言ってから、de carreau。ダイヤと言います。続いてこちら。これは、クローバの8。クラブの8なので、le 8 de trèfle と言います。le 8 de trèfle。続いてこちら。これはスペードの7なので、le 7 de pique と言います。そしてこちら。これはハートの2。ハートの2はフランス語で、le 2 de cœur と言います。こんな感じでトランプのカードを使えば、まあ1から10までの数字を、まあついでにこの模様も一緒に覚えられながら、まあ練習ができると思います。なので結構便利な道具だと思いますね。数字を覚えるために。何度も何度もできます。そして、ついでなので、特殊なカード、トランプに存在する特殊なカードについてもちょっと紹介していきたいと思います。まずは、ジャック。ジャックのことは、ヴァレと言います。なので、例えば、スペードのジャックのことをフランス語では、ル・ヴァレ・ル・ピックと言います。続いて、クイーン。クイーンのことをフランス語では、レンヌとは言わずに、ラ・ダムと言います。なので、クラブのクイーンのことを、例えば、ラ・ダム・ド・トレフルと言います。そして、王様。これは皆様よくご存知の通り、キングは、ル・ロワ。なので、ル・ロワ・ド・キョールは、ハートのキングのことを指します。あとは、フランス語ではこの1番のカードのことを、まあ、英語のエースのような感じで、アスと言います。まあ、アスを英語に直しちゃうとちょっとお尻になっちゃいますけど、フランス語ではアスと言います。なので、ダイヤのエースのことをラス・ド・カホと言います。そして最後に、ジョーカー。これはフランス語ではジョーカーと言います。こんな感じで、今回は1から10までの数字、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10について話してきました。あとは、カードの模様の言い方。ハートはキュー、スペードはピーク、ダイヤはキャホ、そしてクラブはトレフル。だということを見てきました。このトランプのカードを使えば、1から10までの数字の復習とか勉強になるかと思いますので、まあ皆様ぜひ有効活用してください。それでは、merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bon courage pour votre apprentissage du français et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。